さんこんにちは、森田ドラムスクールの森田です。ダンスビートのスピードが上がらない人の特徴として、なんか細かくリズムを取りすぎてしまうっていうことがよくあったりするんですね。まあ、この例えばドチパチドチパチってこう叩いてた時に、なんかこうドチパチドチパチって細かく取っちゃうみたいな、この細かくリズムを取りすぎるとなんかすごく窮屈になってスピードが上がりにくかったりするので、なんかそういう方向けのというか、いい練習方法があるなと思って、レッスン動画を配信させていただきたいなと思います。で、まあ一体どういう練習かというと、一息でドチタチ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 っていうリズムを感じ取れたらいいと思うんですね。ドチタチ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 ってこう細かく取るんじゃなくて、ドツパツ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 ドチパチで一息みたいな感じでいけれるといいと思うんで、それの練習として16分音符タカタカの一番最初の音を抜いたウタタタウタタタウタタタ、こういうやつですよね。梅干しなんですけど、梅干しの手順を、まあ、これ本来右左の、まあ、右を抜いてるので左からスタートして、梅干し梅っていう手順でね、ナチュラルスティッキングではやったりするんですが、まあ、これを右スタートにして、まあ、逆ですよね、手順を逆にして、このリズムに慣れてみてください。ドパパパドパパパを、足右左右足右左右を叩く感覚がついたら、それをそのまま右手をハイハットに置き換えて、って感じでズタツとズタツの感覚をつかむっていう感じですね。で、慣れたらスピードを上げていくみたいな、こうステップとしては、梅干し棒にも足を入れるみたいな、梅干しこれの右手をハイハットに置き換えたらダンスビートの完成ですよね。こうと足がね結構合いにくかったりするんで、こう棒と足がね、ここはまあしっかりと合わせるという感じで、意識してね練習をしてみてください。で、まあさらに慣れたら左足も動かして、左足を動かすとき、左足も右足も同時に動かすときはジャンプするような感じですよね。こうピョン、足をね、この足ごとこう上げてしまうと、こう、バランスが崩れてしまって、こう、後ろに倒れてしまいやすくなるので、おへその下ぐらいにね、重心を置いて、で、足首をね、こう、上にこう、ぴょんってやるような感じで、足をこう、跳ねさせても上半身がぶれないように意識を持っていけれると、なんか足だけね、ぴょんぴょん跳ねさせられると思うんで、こう。うまいこといかないっていう人は、ペダルから足を置いてね、地面でね、こう、ぴょんぴょん。やってみてもいいと思いますね。これに対してさっきの梅干し、スピードが叩けない人は、まあ、ぜひねチャレンジをしてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。